GII ローズステークスイコール2024年9月15日日曜3歳メス中京競馬場芝 2000m 秋華賞トライアル重賞初挑戦で臨んだ7番人気の福平チェレスタ松下が一番審判差の2着に入って秋華賞の出走権利を獲得勝負かけに成功した内の4番枠からスタート後に仕掛けて前へ セキトバイーストが後続をどんどん離して逃げる展開の中、2番手レディー・バリューから2馬身ほど後ろの3番手をリズムよく追走した。直線ではタガノエル・ピーダ、レディー・バリューとの追い比べに残り1ハロンあたりで蹴りをつけてしぶとく伸び、外からクイーンズ・オークにあっさりかわされてしまったものの、逃げ粘る関トバイーストはきっちり捉える価値ある走りだった。 習得賞金900万円の馬に秋華賞の権利をプレゼントした主君、西村純は状態は良くなっていた。結果だけが悔しいですね。一等強い馬がいたとあくまで勝利を勝ち取れなかったことを悔やんだ。昨年7月のデビュー戦、3着の後に骨折して9ヶ月の休養を余儀なくされたが、先列に復帰してから1、2、1着。 着実に力をつけての重傷初挑戦を振り返った松下調教師は、スタートはもさっとしていたと言っていたけど、ポジションを取ってくれてジョッキーが完璧に乗ってくれましたと本番へ向けて手応えをつかんでいた。